日でした。のんびりこんばんは。珍しい組み合わせでしょう。確かに。え、来たことなかった。来たことはない。ホテルに一緒になることないよね、あんまり。先輩と一緒になったことはない。うん。ピチュピチュピチュかわいい。チュピチュピどっち、どっちがいいじゃろ。チュピチュピ派。ピチュピチュの方が好きかもしれない。ピチュがいいね。ピチュ伸ばしたい。ピチュうちさんが保護者役として選ばれたのか。そうなんですよ。マッピーがね。そうなんです。行ってもいいですかって。いや、みちさん、なんで15人の中から私を。あの、私はみちさんが卒業してしまう前に やりたいことがあるんです。え、何が一つ。ホテルに入る。そう。私の部屋に行く。行く。もしもよかったかなって。いや、いい野望やな、だって。一つってこといっぱいあるってことやね。はい、わかりますよ。あらわ、まあ、なんでしょう。夢一つ叶いました。何個あるの。5つぐらいあります。結構あるやん。そう、ノアピ若くてさ、9時に終わるんですよ、いろいろとね、うん、すごいよ。ですよ。出られないの。お風呂一人派よね。一人派ってことよね。一人派。うん。私も一人派。ホテルの一人は結構怖い。ね。シーンとしてるから余計。ね、うーん。なんか隣の部屋だったんや、しかも。そう。それを知る前から。行ってもいいですかって言っとったんやけど、たまたま、ね、隣だったけど来た。でも早い時間に。そう、でも9時に終わる人生は送ったことないかも。10時だった気がする、最初も。高校生。そう、高3からくらいだったっけ。ね、フェスありがとうございました。楽しかったね。ノーピが押しかけてきたんです。でもね、あれよ、パピコ半分くれた。いえ、すごい優しい子です。やっぱね、人の部屋に入るのちゃんとお邪魔するっていうあれがあったね。何か何があるの。あと4個やりたいこと。一つはちょっとどっかに出かけに行くって。もう一つは、もう一つ、あれ、3つ。3つになる。秘密にしときます。秘密。終わり。まだです。あ、まだあるの。まだある。まだ何。秘密。え、全部秘密ってこと。5個中の3つ秘密ってこと。全然言ってくれ。行こうよ、どっか、うん、どこかの候補は。どこかの候補はなんか、映画だったり、うん、なんかちょっとどっかカフェ行ったりとか、うんうん、そういうのがあったらいいな。なんて声ちっちゃいね。ひそひそタイプ。配信になるとめっちゃ声小さくなるんですよ。あ、そうなの。でも私も結構ちっちゃいかも、いつも。わかんないけど、めっちゃ声小さくなってね。え、なんでやろ。わからない。わからない。どこ行こうかね。カフェ行くの、よくメンバーと。メンバーとあんまカフェ行かないです。あ、そうな、うん、あんまメンバーと出かけたことはなかったか。うんうんうん。なんか緊張してる。
でどういう映画見るのアピって。でもディズニー映画、うん、移民の国映画か。もう言ったけ意味ない今から。でもなんかその流行りの映画とかで、うん、あブラックサンタは見ました。うん、あの福田監督のやつ、うん、福田監督好きなの。好きです。え、私も好き。イエーイ。吉彦とか、はい、嬉しい。橋本環奈さんも出ていらっしゃったから、うん、見に行けなかった。でも私あれめっちゃ見たかったのに。面白かった。ねえ、じゃろうね。ありがとう。伝わっておきを投げてるのでお待ちしてます。ありがとうございます。夢の国映画か面白系。ちょっと面白系映画。なんか今度あのなんだっけな、ま、マドリーがなんちゃらかんちゃら、うんうん、怖いやつ。ちょっと怖い系の。でも私見るの結構苦手なんですよ、怖いの。うん、でそういうの見るの好きで、うんうん、わかんないけど。でも私も怖いやつよく見るけど映画館で見たことない。私もで、携帯でだっけ。うん、不思議な間取りのやつでしょ、うん、不思議な間取りのやつです。違和感がなんちゃらかんちゃら。うん、ノアピーは、ノアピーも今日ね、あの一緒にフェスに出てて、もう帰ったらすね、遅い時間だったっけ、配信できてなかった。毎日アイドルしてる？毎日アイドルしてます。朝したの？配信。朝、今日はできなかった。え、どうなったん？チケットある？チケットあります。あ、よかったね。うん。怖いやつ怖そうだな。怖いやつは怖そう。ちょうどね、ありがとうございました。携帯ぐらいがちょうどいいよね、怖いやつって、うん、見るのは好きだけど。私もなんか実際そういう風に静かになってわーって見るのはちょっと怖いかもしれない、うん、あの映画館のね音響で聞いたらめっちゃ怖そうよね、うんうん、お化け屋敷好き派ですか。景色無理。同じだ。そう。一回腰脱がしたことある。私入り口から脱げ出したことある。ええー。もう泣きながら。他の人の悲鳴がダメなんです。入ったとかに。分かるかも。キャーって言われて。うわーって入り口からガーって脱げ出した。うん。声ちっちゃい。めっちゃ面白いけど。じゃあノービの声がちっちゃすぎて。どんどん。デクレッシェンドしてなんでなんでしょうね。めっちゃすぐ声小さくなるんですよ。面白い。映画で見ると臨場感も違う。そう、うん、それそれ、迫力がある。うん、やだな、間取りのやつはちょっと怖いな。じゃあ何にしようかな。あれだっけ、近いじゃん、なんか日常に。もし引っ越すとかになったらめっちゃ怖くない。確かにそれを言われると怖いわ。そうよ、だけ日常に関係ないやつ見た方がいい。あ、なんかちょっと変な映画。そう、じゃけんゾンビとかさ、うん、日本の怖い映画見れんのよね。海外のばっかり見てる私。え、マジですか。うん、海外の好きなんだよね。え、マジ海外のエスターとか、なんか海外のって言っても、あの夢の国を全て英語でしか見ない、うん、あーそっか、ノアピー英語喋れるんだね。ちょっと、ちょっと聞けるの。聞く方が得意。聞く方がめっちゃ得意。あ、そうなんや。リスニングが満点です。おー、何言っとるか分かるってこと。英語、映画もそう。なんかネイティブすぎると聞き取れない時もたまにある。うん、うんうん、
日本の映画とか見てさ、うん、井戸とかさ あったらめっちゃ怖いもん。井戸は結構怖い。一回井戸で写真撮ってさ、うん、顔の半分ぐしゃぐしゃに写ったことがあって、でも怖すぎて消したんやけど、うん、でもお祓いしとった方が良かったなって後からその写真を思ったけど、それは怖すぎる。瀬戸内のどこかですよ。やばい。それやばい。怖すぎる。ね。本当にこういうことあるんやって思った。ああ。後ろになんか影が映ったことあります。そう。マジです。怖。その写真消しちゃった。ね、消して後悔するよね。消して。でもその時は。消さんと怖いよね、うん、携帯の中に入れときたくないみたいな、うん、なんだこれって言って消しちゃった。水面が揺れただけじゃね。違う、井戸に座ったんよ。あ、井戸に座ってこうやって写真撮った。だから井戸の穴は後ろにある状態なんよ。やだ、めっちゃ怖い。水面とかないのに こっちの顔半分だけくしゃくしゃって。あ、それは怖すぎる。やばいよね。やばい。うん、でもめっちゃ前、これ中学生とかの話、私がだから大丈夫。みちさんってすごいツインテールのイメージがある。嘘。あ、でもさ、かぶってないよね、うん、かぶってない。スクール。なんで。いや、なんか昔の動画見たんですよ、ちょっとだけ。あ、それでなんか、あ、ツインテールかわいいと思ってツインテールってなってる。だから、そう、今日は、うん、普通に、そう、アイドルアイドルしていこうと思って。めっちゃアイドルだったね。いい、普通に。かわいい。そうなんですよ。皆さん、チャンネル登録はしてますか？あ、ニュープロジェクトのチャンネル登録お願いします。私はそのさ、昇格したメンバーがさ、うん、一番最初にやる髪型をさ、はい、楽しみにしとんよ。おお、何がしたいんか。でもノーピー前聞いたよね。聞きました。秘密にしてる。秘密にしてる。どうだっけ。でもなんか巻き髪って言った気がする。うんうんうん、言っていいんや。なんかまあね、それを楽しみにね、うん、どういう巻き髪にするか。確かに。キルンキルン。なんで今日そんな可愛い髪型。アイドルフェスだから。みちさんいつでもアイドルです。アラマですって。ノーピが横にいると風の噂に聞いてきました。そうなんですよ。今です。ね。言えばよかった、なんかで。秘密。秘密。来れた人だけ。来れてた。得。確かに。え、三つ編みとかもダメなんやっけ。そうなんですよ。厳しいね。研究生時代がないからさ、私は。うん。でも最初は、ま、髪巻いちゃダメだったけど。うん。いつからだったんじゃろ、良くなったの。徐々に。うん、最初ね、髪型決められてた。あれ、そうなんですか。うん、この子はツインみたいな。そうそう、みゆみゆとかがツイン担当とかだった気がする。あ、ストレートだった。なんかね、両編み込みストレートが私の定番の髪型みたいな。うん、いっちゃん最初の、うん、あのアーシャ、うん、瀬戸内の声の知ってる？あのじゃん。そう、あれがなんかみんなのなんか固定髪型で、何でもやってよかったんやけど、なんか、うん、固定の時は固定でみたいな。おい、そう、自分で選んでなかった。よかったけどね。好き。みんな可愛い。うん、緩和されたルールね。え、どうなんだろう。
コスプレとかしちゃダメやもんね、うん、やってない？やってない。え、あれも配信とかもダメなの？分からん。配信はいいのかな。なんかあんまりしないかも。あ、そうなんだ。それ風みたいなのはあったりするけど、確かに連絡先も交換しちゃダメ。うん、残念残念残念。そうなんですよね。うん、してない。だからノアピの連絡先知らない。そうなんですよ。卒業したメンバーしか私も持ってない。あ、そうなの。誰卒業したメンバー？ほのたんさんとか。マイカーつながり。マイカーつながり。みほりんさんとかも。でも私が卒業するまでに昇格するもんね。3月だからね。はい、頑張ります。みんなやってください。お願いします。ぜひ。まあ、でもみんなに会おう、会いましょう、会いましょう詐欺して全然会えてないんですよ。あ、卒業したメンバー。まあそんなもんよね。なかなか会えない。うん、忙しいしね。うん、お互い昇格させなくっちゃ。そうですよ。お願いしますね。お前本当にねめっちゃ頑張ってるよな、いろんなことして。今日も動画上がるよ。あ、8番出口とかやっとったよね。やってました。もう私怖すぎてすっごい引き上げてた。嘘。え、8番出口が怖いの？え、めっちゃ怖かった。そう、悲鳴上げるほど？めっちゃ悲鳴上げてました。規制みたいなのに。なんで？じわじわ怖いならわかるけど、なんかあのなんだろう、同じようなその知らなかったから余計怖かった。そうかそうか。自分で操作すると全然怖くないんですよ。あ、見よるのが怖いってこと？怖い。ねえ、私もやったことない。年の差はいくつ？いくつやっけな。24の代。ユミリンが一回りだったよね。じゃけん10じゃね。10。いやびっくり。それはでもそんな感じしない。なんかどういうこと？え、そんなになんか離れてる感じはしない。どんぐらい？え、でも離れても5年。あ、そんな気がしてしまう。いいじゃん。10年やばいよね。びっくり。10年考えられない。そうよ、小学校もかぶらんし。うん、10年何もかぶらない。追い打ち追い打ち。二人ともパフォーマンス綺麗でしたよ。だって ありがとうございます。イエーイ。いや、ノーピほんまに、私さ、あの23日のさ、研究生の配信じゃないや、公演見に行ったんですけど。あ、そう、マジでよかった。存在感がありました、ノーピさん。 ありがとうございます。ありがとうございます。私はノーピの声好きなんですよ。本当ですか？うん、歌声かっこいい。やった、マジで。なんかニレの声が低すぎて自分の声じゃないみたいな。あ、え、そうかな。なんかローって、ロー結構低くて出せないんですよ。あ、音程的に、うん、めっちゃいいけど。でもサビとかめっちゃ綺麗じゃない？なんか一人が歌ったのかっていうぐらいさ。え、本当ですか？うん、やった。同じ響き方しとる気がするんじゃけど、めっちゃ好き、あの曲。見れ、いい曲ですよね。ねえ、雨とか涙とかがずっと頭に残る。配信中で昨日も歌った。そう、あれもいい曲。うん、
確かに低い声あんま出ないってこと？なんか出にくい、うん、低く出す風な感じで雰囲気を出すのが得意なんですけど、そう聞こえる、低く聞こえる、へ、うん、そうかな。ちゃんと低い声を出すのは苦手です。苦手です。苦手です。そうなのか。ニューウェブプロジェクトでの時が初めての会話ですか？そうです。オーディション、うん、っていうか動画、うん、撮ってた時、その時オーディション中だから受かるかどうかも分かんないから、うんうん、これでみちさんと会えるのが最後かもしれないと思うと、うん、絶対にこれ声をかけるべきだって思って。そう、ノーピが一番ガツガツだったもん。そう、あのこれは損にしかならないと思うから絶対に声をかけるって思って。すげえ。え、あの時も最年少？あの時も最年少です。ね、すごい最年少だなと思っとったもん、その時から。ノーピはこの時間って指だけでも映ったら気ないのかな。なんかノーピ曰く顔だ、顔以外ならどこでも映っていいって撮った。そうなんです、顔以外なら全然大丈夫。本当？はい。私の時代は声も出しちゃダメだった気がするけど。そう、うん、いろいろと変わるんですね。意外と緩くなってんのかな、そこだけ。うん、本当？本当なの？本当ですよ。もう椅子持ってきてさ、ここに座れない。でもバリバリ本当にあのね、危なくない？うん。そう、バレなきゃ OK。あ、確かに。ねえ、バレなきゃやばいじゃん、もう最初っ端から言ったやんけ。でも本当にくるくるの配信でずっと喋ってたりするなんかところで、いい。うん、じゃあいいのか。バンされるかチャレンジ、やだやだ、されたくない、したくない。ね、そうそうそう、声出しちゃダメだったよ。マジか。ふう、今何時？今49分で撮ったね。え、うん、顔はダメなんだって。ノーピを見に来ましたって。いえい、ありがとうございます。横にいます。映れんけ、手だけ。マスクしたらそういう問題じゃないよな。こんばんは。うんうん、確かに。うん、ナーピ先輩何かおごってもらった？私がおごってもらった、ナーピに。ナーピか。でもなんかご飯に行くっていうのもないです。あずみんとかジェキすごいよね。あのあずみんとそらはちゃんとか、うん、なんかマネージャーさん返して、うん、連絡してるっぽくて。それ私マネージャーさんに連絡する勇気がないんですよ。そうなの？この伝えてくださいっていう風に言う勇気がもないから、そのタイミングが合えばって感じなんですよね。うんうん、その時に本人に確認して本人とやり取りしてみたいな、うん、マネージャーさん経由でっていう風になるとあんま言えない。なんで？わからない、なんか聞く勇気が出ないんですよね。まあ、ひと手間あるからなのかな。なんかちゃんと伝わってるかどうか不安になっちゃう。確かに、まあ、自分でやる方がね、うん、いいよね、そりゃ。お話し会でその伝達役やろうかなって言った人がいる。あ、ありがとうございます。いいじゃんそれ。確かに。うんうん、そうだ。どこどこ行きましたって言われた時にすごいなんか
連絡したんだみたいな。うん、X の DM ああどうだろう、それも連絡になっちゃうのかな。でもいいんじゃない、それはいいのかな、よくわかんない。まだダメな理由も、もう、もはやわからんし、わからないこんなに一緒にやったのに。確かにね、ノーピーを見る目線が怖いって言われた私のびっくりした。お、登録した昇格頑張れだって。やったー、やったー、ありがとうございます。りょうつん交換日記してる。誰と、誰だろう。確かに研究生でツイッターX のアカウント持ってるの初なのか。うん、あ、マイキュート、あー、ね、聞いたことあるかもしれない。確かに聞いたことあるかもどうやってやったんじゃろ、うん、レッスン上とかのやつなんかな、うん、気になる。ミチの生誕 T の感想をノープに聞きたいですって。キュ見た、私の、いや今年のやつだと思う、多分今年のやつですか。まだ見てないです。なんだろう、ワクワク。そう、今日までなんですよ。え、嘘、うん、嘘、そうなのよ。言ってないかも私。今日仕上がってる。そうですよ、髪もやっていただいたから。かわいい勝った競ってるな、ピタ待ってな、人競ってる人がいる。うん、遅い。変わらんや。お、お、お、あ、どうですか、私の今年のセンターティー。え、かわいい。お、え、今日はいい、うん、派手でしょ、うん、え、いいですね。前面なんよ、それ。おお、どっちもいる。そう、ちゃまちゃこね。うん。I'm happy. 座っとったらさ、わかりそうじゃない、自分のファンの人。うん、派手だから。派手だからわかりそう。でしょ？賢いですね。賢い。ほら。え、みちゅさん可愛すぎませんか。ね。このために撮った写真なんよこれ。24って手でやっとんやん、ちゃんと。24歳になるから。知ってましたか皆さん。可愛いよ。このために撮った写真。他には出してません。もうこれは皆さん買うべし。でしょ。私ティーム派手なのがいい。そうなのよ。うん、でもみんな戸惑っとったんや、これが出た時に、うん、なんだこの T シャツはみたいな言ってくる人が多くてあら、まあ、チェケノアピに感想聞いたんや。めっちゃいいじゃないですか。めっちゃいいってあの中の生誕T も好きです。そう、去年のあれも派手、派手で分かりやすいよね、うん、どこにあるかね。分かりやすい。そうなんですよ、みちゅさんとわかる。ほら、あれはね、このね、あ、このそれ私も手に入れてます。嘘、同じなの、同じ服なの、このアバターが着とるやつと。あ、だからか。次ショールームの中のアバターみたいになれるよっていうので、最高じゃないですか。でしょ？去年。
あれは天才。お見送りでもみんな喜ぶ。そう、お見送りで多分チューされる人多いでしょ、あれ着とったら。ほんとだ。あ、チューって書いてある。そうなの、あの T シャツと一緒なんですよ。そう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 、はい。生誕 T 迷いなく購入しました邪魔押しだから。あ、邪魔が映ってるから。いいね、生誕 T とかも作れんのか、まだ、うん、生誕祭とかも。どんな生誕 T にしよう。すごそうな、ピノ。派手そう。本当ですか。うん、アメリカって感じ。あ、分かんないけど、どんな風になるんだろう自分生誕 T。 まだ想像がつかない。確かに15歳になるのかな次は。うん、覚えとるよ誕生日。え、いつでしょう。覚えとるよ、11月11日正解です。イエーイ。もう覚えやすいんでね。そう、覚えやすいじゃんって、うち2回ぐらいのアピに言ったらしくてそう覚えてなくて2,3 回目でちゃんと覚えた。そうなんです。ね、ホッケーの日2月の14。え、14だとあれじゃん、バレンタインじゃん。なんでだろう外した。そう、みちさんの誕生日は2月の、うん、10まであってるよ。10まであってます。うん、そうね、マリーナが14だったね。ああ、調べた。もう14、10まで出とったら、あと8個言えば絶対当たっとったのに。19だった。そうですよ。じゃあ語呂合わせがあんまないからね、覚えにくい。10を取ったら肉の日ですね。10取ったら2月9日で覚えん。確かに危ない。音楽鑑賞。ええ、やばい、プロフィール見られてる、恥ずかしい。コンサート行きます。コンサート何の？あのクラシックのオーケストラとか。あ、あの音楽幅広いジャンルで聞いてます。あ、バンドのライブとかは行く。あ、この前も騎士団さん行ったり。だからヘッドホンつけてる。そう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 、ずっと聴いとる音楽、うん、やっぱ音楽鑑賞って言ったらそういう系なんかな。なんか私は多分そっち系に行っちゃう人です。オーケストラみたいな、うん、日曜劇場見なよ。見ます、見ます。今期オーケストラの話だよ、面白かった。あの、なんだっけ、私と父とみたいな、多分に西島さんと芦田愛菜ちゃんと。そう、それ1話見ました。私、あ、見た、見ました、見ました。あの芦田愛菜さんが。でも自分でもさ、この前さ、はい、この前じゃないや、今度やるさ、うん、なんかオーケストラの行きたいんだよ、うん、広島であるやつ、一緒に行こうよ。え、行きたいね。いいじゃん。いつなんじゃろあれ、調べよう後で。あ、ねえ、さよならマエストラだって。全然違う違う、その下が私と父となんちゃらかんちゃら書いてあったんですよ。さよならマエストラの下になんかなんで下を覚えた。のだめも懐かしい、懐かしい、見てた。私も見てました、うん、再放送のやつ見てました。うーん、世代じゃないのか、うん、のだめも見たい、あの出たいです。ねえ、いいじゃん。弾けるんか。弾けるから。
母さんが買ったセーターティー。え、嘘マジ今買ったって連絡来た。嘘ノーピーママが、はい、ノーピーママが来てくれるの、ノーピーが来てくれるの、私はそのセーターティーにサインをもらおうかなと思いましたマジ、ありがとうございます、一個ご購入いただきました今日までじゃけんね、買った、ました、ママありがとうって言ってたすごい、皆さんチャンネル登録してください、お願いします、あとちょっと、あとちょっと半分超えたもんでも、うん、めっちゃ良かったホワイトラブ見ました動画、なんかみちさんがそのクリスマスの時に卒業発表してたら、多分私号泣してると思うから、その場にいなくて逆に良かったかもしれないと思ってしまったえ、いつだったっけ、24日です、やらないでくださいねって言ったの、24の昼の後か、昼の後です、そう、この話したっけな、当日に言ったんですそう言った気がする、でもノーピーに言われたんですよ、そう、発表しないでくださいねって、したらその日にしたよ、そう、私はだってこの後するからさやべえって思いながらでもいつかはするからねみたいな言った、なんて言ってた、私なんかいやしないよって言った、しないよって言ったしないよって言って嘘ついてるやん、なんかソロツアー決定しましたって言ったから、うん、やばいやばいと思って、もう月見、そうそうそう、ソロツアーやるって言ったけん危ないと思って、本当にそうなった嘘しないよって言った、うん、しないよって言いました、そんな嘘つきたくないなって多分思っとったけど、逃げ道がなかったかもしれないだってその後すぐするんやもん、うん、うん、すごい、ソロツアーの途中で最後の時ところでするのかなっていうふうに思いました、うん、うん、それもよく言われた、どっちみち嫌です人の卒業の時って私なんか毎回当てちゃうんですよ、嫌ですよね、オプションとかも言ってたの、なんか、ああそろそろでも写真集発売じゃったし、なんかそろそろな、なんか嫌だなって思ってたら、へーだな、だからなんか嫌です自分が当ててしまってるから、ナピが思ったらしちゃうかもよ、次は誰なんですか、嫌だ嫌だ当てたいなでもいるの頭の中には、いやまだ痛くないから入れてないです、でも入れちゃいるんだ、ちょっと、まだめっちゃ思うわけではないから、まだ遠いのかもしれないけどね、AKB の柏木由紀さんの、うん、卒業しないでほしいなっていうふうに言ってたら、その日に卒業発表怖やばいですよね、遠くなのに、確かになんかこんなことってあるのみたいな怖すぎて危ないです、嫌です、だからそういうことは絶対にもう今後発さないって決めてる、うん、言霊、うん、言霊、いや本当にももちゃんはもうびっくりした、私も、私もびっくりしました、あ、びっくりそこは当ててなかったなよかったよかった、そう、ナーピのピってどこから来た、友達が名付けてくれた、あ、そうなの、へえ、小学校の頃ナーピナーピって、なんかわかんないけどなんでだろう確かにナーピのさ
ピピピピピピのアピシキ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 のアピの後のイエーイがめっちゃ好きなんよ私。イエーイ。イエーイがもうね何回聞いても好きなんだよね。なんね、どうやって考えたのあれ。え、なんかもともと337拍子でピッ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 のアピってなんかキャッチフレーズをちょっと変えるってなった時に、うん、あの3本締めのリズムっていうあの、うん、っていうなんかこのリズムがおいいなと思って、うん、そこで言葉をはめた。トゥトゥンツトゥトゥントゥントゥトゥン。シュキ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 は。シュキシュキシュキ。もうそこは本当にこれの三本締めも。違う。それは勝手に変えた。詰め込みすぎや。あのなんかだから手拍子でもしする人がいたら、うん、あのこういう状態にするねって言ってあの本来のペンライトの振りとかはなんか、うん、シュキ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 みたいな四、ね、文字でなんか。なんなんていう変に、ね、4文字ではないけどめっちゃあるけど面白い。イエーイがなんかさ、いやこんなこと言っちゃいけんのかもしれんけど、うん、なんか、うん、どう終わらせていいかわからんよ。私もイエーイに聞こえてそれがなんか可愛いし面白いしね、大好きなんよ。あのイエーイイエーイで全部収めてる感が好きで、そうなんかそこで盛り上がって、あイエーイ本当にそうだったってこと。自分でもその決めてたキャッチフレーズがイエーイも入ってるけど、ああそうなの、なんかイエーイいやそうなんよ。でも可愛いあれがめっちゃ好き。あそこがね、何回聞いてもなんかそう幸せな気持ち。なんか MC もさ、うん、あるやん、あ聞いていただきましたイエーイそのイエーイの感じがある確かに、そう全てをおさ丸く収めるためのイエーイ、人段落のイエーイ。イエーイってすごい、うん、イエーイって偉大ですよあれ可愛いのよ。本人も感じてたなんて。なんか盛り上がるよね、盛り上がらないイエーイなんですよ。みんなノーアピでイエーイってつながると思ってなかったりする。あれイエーイも一緒な言うところなの？なんかあの言うかなんかどっちでもいいよって言ってます。ああ自由なのね。自由です。こうやってやってもいいし、うん、こうやってやってもいいし、うん、なんか言わなくても。こうやってやってもいいし、こうやってやってもいいし、だって言葉で走ってもいいし、うんうん、みちもイエーイつけてみよう。ねえ、どこだろう。ナイスーみちもイエーイわしいつもどうやって次に行っとんじゃろ。私たちからさにやにやってきました、ナイスーみちー、ありがとうございますか。 ありがとうございますも偉大よね、結構、うん。でも家の中にありがとうございましたって言ってる、私もいいじゃん、ありがとうございます、ありがとうございますの一緒に言ってくださってありがとうございますの、ありがとうございますやもんね、うん、一回やってみよっかな、イエーイって、イエーイ面白い。ひよこの人形、うん、ああひよこのノーピのファンの人がいるってこと、うんうん、ノーピのファンの人がみんなひよこなのなんかあの百均で売ってる、うん、あのアヒルのあのシャボン玉みたいな、うん、音が鳴る、こわこわこわって音が鳴るやつを、うん、なんかあのなんだろう、ピピピっていうので、うん、そうアヒルをなんかノピグッズって勝手にして、ノピグッズ？そうなんだ。勝手にそういう風につけて、うん、でも最近宣伝してない、宣伝宣伝百均の宣伝、ぜひ手に入れてねって言ってないんですよ。あ、そうなんだ。なんか夏の時期に言ってるから自分のグッズじゃないのに可愛い
勝手に協賛してる。そう、勝手に人の商品なのに自分のものみたいな。いいじゃない。あれアヒル、ヒヨコなのかな、ね、どうなんじゃ。でもなんかワワワワって言ってるからアヒルと思ってた。いいの。今売ってないんだじゃん。今多分売ってないです。夏の時期によく売ってる気がする。私がさ、サングラスデイズツアーで持っとったやつとは違うよね、きっと。アヒルのシャボン玉ですか。どこに載せとるっけな。アヒル100均のサイト見たらあれか、わかるか。でグワってはなかんかったっけ。違うんじゃろうな。あ、もうグワってなかないやつ。口から出るやつ、シャボン玉。あ、なんかありますよね。それ多分ちょっと違うかもしれない。あ、そうなんだ。アヒル、シャボン玉。これですか。うん、それ、うん、これこれこれ。私が勝手にしてるのこれです。あ、そうなんじゃ。勝手に自分の伸びグッズにしてる。これゴワゴワ言うの？そうなんで、音がどうやったら？こうやって振ったら。ガワガワガワって。かわいい。最近勝手にしてるのは、これも自分も。なんで？アヒルなんで？アヒルで、あの夏の時涼しいよって。ピピピだから、なんかいやひよこひなさんだし似てるアヒルと思って。だから特にそんなすごい。理由はないけどアヒルっていいなって思う。うん、かわいいよね。うん、面白いな。見にくいアヒルの子です。私はい、あの白鳥になるいずれ。いいね。冷静に考えたら10個下かなって。そうなんですよ。びっくり。冷静にってどういうこと。あ、こんな感じで売ってます。ないんかな。ありそうじゃけどね、シャボン玉も今の時期。見てみよう今度行ったら。あったら、だって100均だったらもう何本でも買えるやん。ねえ、みんなも、そう、あの息はちゃんと抜いてから来てください。あ、そっか、漏れるから。ちゃんとしてんな。面白い。どうやってなくすんじゃろみんな。一回全部使うのかな。使わず捨てるの。ねえ、もったいないね。面白い。子供に戻った気持ちで皆さん遊んでみてください。遊んで使い切って持ってきて。お風呂でシャボン玉したって。すごい、すごい。わ、タワーありがとうございます。平井さん、お、サンフレだ。お、サンフレチー、サササンチチチ、サンフレチー。私サンフレよく知らないんですよ、ちゃんと。ね、今歌詞違った。ちゃんと知らない。いい、惜しい惜しい。サンチ大将ラタッタ。サンチ大将ラタッタ。サンチ大将ラタッタ。ちょっと書こうかな。書くから繋いどいて。あー、あずみにね。サーチがくり悲しいな。あるかな、ないかな。ありそうな気もする、ね、なさそうな気もする。やだ、なかったら書けないか。あった、あった、よかった。ノーピです。どういう画面で画角見えてるんですか。斜めです。斜めで、うん、このぐらいの距離にいるよ。めっちゃ思っとった。このぐらい。ありがとうございました。いつも何時に寝てるの。何時だろうね。
感じでしょう。もうそろそろ配信終わるよ。あらまた。私は夜型なのでね、めちゃめちゃ夜遅かったりする時もたまにある。でも中学生だから早く寝ないとね。そう、やっほー。ちょっとね、今日はオールする気は全くないです。ちょっとね、オールするとね、次の日ね、やばそうなの。今日は16です。火曜日です。みちさんの足、足アイベアじゃないよ。アイベアじゃないです。私一人転がり込んできた、私の部屋に。一人部屋はね、恐怖なんですよ。そう、怖いんだって。帰ったら人、うん、何のタワーだろう。あ、平林智之って読みます。ありがとう、智之さん。ノープ山神だって。ありがとうございます。マジでスタイルいいよ。超可愛かった、みんな。めっちゃ良かったね。うん、みんな可愛かったし、なんか3グループおったやん。うん、なんかテイストが違って、うん、からそれも良かった。ポピはいつも誰と同室が多いのだって。今まではくるくるですね。うん、名前が近いから。そっか、岡田岡村と来島。うん、みちさんのサイン。はい、そうなの。みちって書いてある。そう、何タワーだ。 ST48 の曲を作りました。ええ、平林さん、平林さん、とも、ともゆきさん。誰たちを、ええ、ありがとうございます。いやー、すいません。この方ってこと？ありがとうございます。すごい。え、サンフレサポの方なんですか？そうなんですか。誰たちよ、ありがとうございます。ありがとうございます。そんな、え、すごい。強い。今日私初めて、うん、誰たちよの16人バージョンでセンターさせていただきました。初めてでした。だから、だから、おお、ねえ、やばやし様、ありがとう。ありがとうございます。イエーイ、おめでとうございます。おめでとうすごい、ありがとうございます。ノーピが私の部屋に来てる。お邪魔してます。今何時？21分です。うわー、21分だ。もうそろそろ終わりますね、私は。
にゃーありがとうございます。ナーピーがいるのでもう終わるよ。この子は若いからね一緒に過ごせた時間が幸せです面白かったナーピー、楽しかった、すごい面白い子なのでみんな行ってみてください。ナーピーの個人配信も明日の朝やる予定です。お、何時から決めてない、うん、朝朝7時8時9時くらいってこと。平日だから8時前です。うんうんうん、ですって。待ってます。じゃあ皆さん早起きして明日の日の配信、はい、髪型あらパフィンさん、どうもありがとうございます。なんかこれを書いて、お城のタワーが黒からなんかコールドに変わってる。え、ほんとだ、なんで分からない、そういうシステム、システム、システム、システム。私さ、うん、ちょっと葵ちゃんと会おうっていう約束をしててさ、怖っ、じゃあ10時に配信終わろうねって言っちゃったの、やばい、21分もオーバーしてるからやばいのよ、やばいじゃないですか。私がちょっと違うよ、お邪魔してました。うん、話が盛り上がったから。あ、季節、季節して葵ちゃん、すみません、葵さん、これはごめんね。うん、多分葵ちゃんなら許してくれる見てるかな葵ちゃん、ごめんね葵ちゃん時間を持って配信終えてたフェスありがとうタワー、やべ、しかも携帯ここ、これで使いよるけんさ連絡できないからやばい、やば、本当にごめん、どうしようみんなが引き止めてきてって言おうみんなのせいにしよう葵ちゃん見てる？あえて電話をかけないとこに優しさを感じる、確かにやべえぞやばいよ、そう、ミフィ、うん、違うよ、ミフィじゃないよ、これは、うん、目が、私オーディションナンバー22番だったから、うん、こういう目にしてんの、漢字で 22でもたまにこうやってつながるから数字の22にもなるんやけど、あ、口はね、なんでもない、パツ、ありがとう。パフィーさん、絵を描くときってそうなりますよ。どうなる？あのバッテンに口がなる。ああ、可愛いよね、うん、バッテン。あ、葵ちゃんが見てますって来た。え、ごめん、本当にごめん。ここにいるみんながさ、ちょっと引き止めてきたんで。ごめんね。みーちゃんさんは悪くないんです。証人がいる。弁護士。あ、見て。怖いよ。なんかここすごい目が漏れる、うん、ふん、もう一個、なっかん大福さん、タハありがとうございます。ほら、あうちゃん見てる、めっちゃ引き止める、こうやってさあ、みちゅうヘタレセンタタワーでありがとう、ね、6人バージョンとかはねやらせてもらったことあるけん、うん、あのセリフは言ったことあったんやけど、16人初めてだったの。めでたいですね。何やりたい？センター曲。でも大好きな人とか、うん、暗闇とか、うん、似合いそう。してなかったイメージがない、逆に。本当？
ね、誰中野ゆくさん、ありがとう。かわいい、ありがとうございます。ペダルの16人やったことないから、ね、ペダルのセンターやってみて。ペダルの16人やったことないの？センターやったことないから。あ、センターがってことか。似合いそう。それもやってみたいかも。いいね。皆さんすいません、ありがとうございました。確かに。今生誕ティー見たんだけど、普段使いさせる気全くなくて笑った。ねえ、ほらゲットするよね。てか今見たんですか？遅くない？いつでもどこでもみちさんを感じれますよ。来たらね。うん、そうよ、ね、結局普段使い洗脳かなと思ってさ、どうなんだろう、するのかな。でも目立つ方がいいよライブは、うん、絶対ライブで見てもらえる T シャツに仕上がっているので、うん、今日までなので、ぜひ。なんかみんな普通に服もさ、好きなブランドがあったりしてさ、うん、そこのお洋服を普段は着るのかなって思ったから、私は最初はね、おしゃれだったんよ。 おしゃれにやろうとしとったんよ。あの白 T になんかギターの絵描いて、ちょっとおしゃれ風にしてたんだけど、もうやめたの、おしゃれを。そう、みんなゲットすべし。そうですよ。なので皆さんは今日生誕 T をゲットして、ソロツアーを申し込んで、私のソロツアーを申し込んで、ニューウェーブのチャンネル登録して、フクフェスも、行くことにして寝てください、うん、はい、それでは誕生を読みます。一緒に読もう。難しいか。13位、サンキュー青い鳥さん。12位、長谷川さん。11位、ケンケンさん。10位、台湾のコウさん。9位、ブルーさん。8位、ユキさん。7位、今日の坪雄介さん。6位、ジャスト三田さん。5位なおさん。お、うん、なおさんだって、うん、ありがとうございます。4位東京特許許可局局長さん。3位、はい、そうなの。3位平林智之さん、ありがとうございます。ありがとうございます。2位パフィンさん、ありがとうございます。そして1位はトゥルルンジャジャン、中野大福さんでした。ありがとう、出た、イエーイ。そしてラッキーナンバー22位はドルルンジャジャン、福山のあきさんでした。ありがとう、ありがとうございます。はい、あの映った？気のせい、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 気のせい。では明日は朝ノアピの配信があるので、はい、お待ちしております。見てください。それではまた会いましょう。バイバイ。バイバイ。お会いしました。